なんかすごいのが乗ってるな。ゾウとパンダと、あの右のはなんかな、あのゾウはどこに売られていくんでしょうか。でそのイベントっていうのが、チェーンですね、まあ、企業名を言うと、RK チェーン、うん、そこの、まあ、担当者さんが来て、チェーンの、まあ、メンテナンス方法であるとか、なんだろう、交換時期とか、まあ、そういう話ですね、を指南してくれる、かつどうやら調整というか清掃もしてくれるっていう、情報が載ってましたので、ちょうどねチェーンが割と汚れてて掃除しなきゃなんないなと思ってたんで、まあ行ってみようかということで、ナプスに向かってます。ただね、まあ、時刻は今9時54分で、まあ、10時開店なんで、まあ、それ狙ってる人はきっとねもっと早くから行ってると思われますので、もし長蛇の列とかになってたらもうさっさと諦めて帰ろうかなと、はい、思ってます。はい、着きましたよ。あ、なんか子供のイベントやってるな。まさかさっきのゾウさんはここ？いや、今日は RK 高砂チェーンさんにチェーンをビカビカにしてもらいました。あのね、チェーンの掃除のやり方丁寧に教わったんですよ。で、僕の掃除のやり方間違ってはないけど、間違って、いや、まあ、違うな、間違ってるな、あれ。けどね、プロのレースのメンテナンスをされている方だったので、合理的かつ迅速に、しかも間違いがないやり方を教えてもらいました。すごい勉強になったな。びっくりしたな。目から鱗ってよく使いますけど、こういうことやろな。まあ、簡単に言うとチェーンクリーナーの使い方が全然違ってましたね。僕掃除するときチェーンクリーナーより本当に1本全部使い切るぐらいの使い方をするんですけど、そんなことする必要は全くなかったですね。いやー、聞いてよかった。何回も言うけど言ってよかった、聞いてよかった。はい、ということで時刻は10時50分。意外とね、来る道中ちょっと言ったような大行列になっているっていうこともなく、10時過ぎに僕顔出し、まあ、その RK さんのテントに顔出したんですけど、まだ誰もいなくて、ほんとゆっくり丁寧に説明を受けながら、いい時間の過ごし方ができたかなと思います。あれはぜひ利用すべき
サービスですね。いやナップスさんいいと思いますよこの企画。すいません何も買わずに帰ったんですけど次行った時なんか買います。あ、 RK チェーンのクリーナーとルブ。今までワコーズとかまあいろいろ使ってましたけど次から RK で使います。いや今までね土日祝祭日にああいうバイクのパーツ用品店ね行くの敬遠してましたけど悪くないですねほんま上機嫌で帰ってるわ今めっちゃ。はい、ということで今日はナップス広島店に行って、RK チェーン高砂チェーンさんかなの無料点検および清掃サービスを受けましたよという動画でございました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。そうそうチェーンのね遊びってあるじゃないですか。でまあマニュアルに記載されている規定値があると思うんですけど細かい数字をね忘れたんですけど 2.5?3.0? が上限値だったかな、まあ、それはそれで知ってたんですけど一体それをどの状態っていうのがまあサイドスタンドかけた状態なのか、リアのジャッキをかけた状態なのかはたまた人が乗った状態なのかが分かんなくてね聞いてみたんですけど、まあ、今日もチェーンのメンテナンスをする際にリアのメンテナンススタンドをかけられて、やられてたんですけど、まあ、その状態でいいと、おっしゃってましたね。で私のチェーンの張り具合の状態が、まあ、上限値いっぱいまでは来てないけれどもだいぶ上に近づきつつある、まあ、つまり変えてからちょっと伸びてるんでしょうね、まあ、まだ調整するほどではないんですがということをおっしゃってましたけども、まあ、これを超えるようだったらちょっとチェーンの張り具合を調整されたらいかがですかという話でございました。